陽気なギャングが地球を回すは、伊坂幸太郎の小説。続編として、陽気なギャングの日常と襲撃が、その続編、陽気なギャングは3つ数えろが刊行されている。それぞれ特殊能力を持つ4人組強盗団が、奪われた売り上げを奪還すべく活躍する。伊坂幸太郎独特の文体、クライムサスペンスとスラップスティックコメディの内容が受け、 新書版は10万部以上を売り上げ、文庫版もベストセラーとなった。その結果、伊坂の名はミステリーファンのみならず一般にまで知れ渡った。シリーズ3巻文庫化時点でシリーズ累計230万部。オーシャンズシリーズを思わせる設定だが、伊坂は泥棒たちの話を書きたかったので、それは意識されていない。しかし、 映画版の予告編には、オーシャンズ11に満足できなかった人へとのテロップがあった。ロマンはどこだ人間嘘発見器、演説の達人、天才すり、そして正確な体内時計を持つ女。この4人の天才たちは、人を傷つけないことをポリシーとする銀行強盗だった。その戦歴は百発百中、のはずが、思わぬところで誤算が生じ、 せっかくの売り上げを逃走中の現金輸送者共闘犯に横取りされてしまうことに、そこで彼らは奪還に動こうとする。ナルセとユキコの恋愛要素があるなどストーリーが原作と異なる。また、本作の上映時間は92分で、原作の後書きにおける90分くらいの映画が好きですという一文に多用している。愛知県豊橋市などで撮影が行われている。 2006年10月25日発売。発売、販売元はジェネオニエンタテインメント。映画の内容の解説の他に、伊坂幸太郎の書き下ろし短編、海には逃したのと同じだけの良い魚がいる、が収録されている。この短編は、原作の文庫化の際に併録された。河野優子によるコミック版が講談社 b e ラブに連載され、2006年に、同社から、 b e l a v KCDX のレーベルで単行本が発売された。なお、原作の続編は漫画化されていない。ありがとうございます。